テニスコーチチャンネル。どうもー、テニスコーチチャンネルの時間がやってまいりました。今日はボレーのチャンスボールですね。ボレーは下に振らないっていうのに、チャンスボールは下に振るじゃないかって思った方、最後まで見てください。それでは行ってみましょう。はい、以前も私の動画でボレーはアマゾンだと言って、下に振るんじゃなくて前に振りますよっていう動画を出しました。まあ、実際ちょっとミドルボレーやってみるんで、ちょっと見てください。下に振るんじゃなくて、アマゾンの矢印みたいに見ましょうねという動画を出しました。今日は高めのチャンスボールを決めていきます。高めのチャンスボール、やっぱり下に振るじゃないかって思う方いらっしゃると思います。ちょっと実際ちょっと打ってみます。近くから下に振らないと入んないんですけど、下に振り方がありますから、そこを解説しますので見てください。このイメージですね。カラーコーンと打点を結んだ線を振っていく。これを無視してラケットが下がっちゃうと、ボールが上に飛んでってしまう、アウトしてしまうんで、着地点と打点を結んだ線をダーン打っていけばダウンスイングになりません。実際コートにちゃんと収まってくれます。やってみます。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしています。ところを打っていく。
したか。ダウンスイングしてるようでしてない、これが大事ですね。あの線を無視して下に振るとやっぱり本当に浮いてしまいます。まあ、面が下に向いてそのまま下に振っちゃったりするとネットに行っちゃったりするんで、まあ、実際紐がなくてもイメージでそこを振っていくってのが大事ですから、ぜひ参考にしていただければと思います。それではやっぱり決まるところが決まると気持ちいいし嬉しいですよね。テニスプレーヤーたるもの、チャンスは一撃でものしようぜ。テニス最高だー。